はい、こんにちは、マリモです。ということで本日は8月29日ではやっていきましょう。よく来てくれた、ぬらりカイラ。早速だが、妖魔界の状況が知りたい。これまでのソラナキとの戦いについて報告を頼む。はい。過去の閻魔舞踏会で力を使い果たしたソラナキは再び時空を超え、この時代の妖魔界に出現しました。わあ、ソラナキウイルスで多くの妖怪を神魔化させ、町を混乱させた後、閻魔宮殿の上空に移動。現在は我らの集めた妖魔兵と交戦中です。ああ、今は風神雷神に戦いの指揮を任せている。しかし町にはまだ戦いの者が残されている状況だ。フクロウの魔除けに結界を守らせているが、奴の妖力ではどこまで持つことか。はい、今すぐみんなを助けないと。カイラ様、私たちを妖魔界に連れて行って。いや、ダメだ、それは断じて許さぬ。どうして？俺たちだって戦えるのに。はあ、今の妖魔界はソラナキウイルスに満ちた危険な世界と化している。人間であるお前たちにとっては猛毒に等しいのだ。決して耐えることはできん。このまま人間界でじっとしているなんて私たちにはできません。うん、なんか策あるのか、カイラ。うん、無論だ。我々がここに来たのはお前たちに鳴き声を聞かせるためではない。災いの予言書に記された伝説のウォッチ使いたちを新たな力を手に入れる時が来たぞ。まさかウォッチランク S？ まさかね、まさかね。ウォッチランク S ってあれ、うれしそうでしょ。はい、ついにやってきましたね。僕らは同じ空を見上げている。めっちゃイケボなんですけど、いつもと声違うんですけど。僕らは同じ空を見上げている。新たな力？カイラ様、それは一体？そう、伝説の落ち着かいである、お前たち一人一人に宿る真の力。うん、降りるかかる災いを退け、呪いを打ち払う覇者の力だ。覇者、この力さえあればお前たちはソラナキウイルスの影響を受けずに済む。なるほど、ソラナキウイルスに対抗するワクチンといっとこか。うん、考え方としてはそのようなものだ。なんでウイルスと呼ばれるようになったんだっけ。覇者の力はウォッチ使いであるお前たちがそれぞれの力に共鳴し合って生まれるもの。一度鬼姫として目覚めたアカリには覇者の力が宿り始めているようだが。あ、そっか、アカリさん鬼姫だったね。そういえば忘れかけてた。他の5人はそれぞれに力を得るための試練を乗り越えばなら。あ、こっから試練ですか。聞く？でもそんなすげえ力俺にあんのかな。俺普通の小学生なんですけど。普通とか特別とか関係ないよ、私はみんなを助けたい。ふかちゃん、俺も頑張れ。みんなで一緒に力を手に入れよう。決心はついたようだな。では、覇者の力の試練を受けるがよい。閻魔様、この者たちを見守っていてください。我々はまた妖魔界へ戻ります。いや、次は俺が向かう。妖魔界の危機、元大王としては放っておけ。市街地の結界を強化しておこう。来よう、ヌラリオ。お前はしばし休んでおくがいい。閻魔様、承知いたしました。閻魔様、必ずこの者たちを妖魔界へ送り届けてみせます。じゃあな。お前たちとは一旦別れだ。一足お先に妖魔界へ行ってくるぜ。うん、頑張ってね、閻魔カイラ様。俺たち急いで力を手に入れるから。おばばかな。試練にはそれぞれの落ち着いを導く者がいるようだ。めんどくさそう。お前たちそれぞれ元の世界に戻ってみればよ。導く者はそこで待ってよ。頼んだぞ。5つの試練、お前たちならきっと乗り越えられる。信じているぞ、妖怪探偵。マジかー、マジかー。キークエストが5つ来るんじゃない。あ、違う、3つ。妖魔界のみんなのためにも早く手に入れなきゃ。あれ、いい、私たちで妖魔界を守りに行きましょう。これか、不動雷鳴拳。ジョグブたち、いくらでも食ってるぜ。それにしてもトーマのやつ遅いな。そろそろ来てもおかしくないんだけど。違うよ、
すぐ一時停止をしちゃう。未だになれない。これトーマにすればいいのかな。で、とりあえずクエストをこれか。集まれノリノリ、これかな。とりあえずすぐそこだからここでやっちゃおう。あ、ジータじゃん。ローミオ思いが司令の導くものなのかな。チョコボー先輩。え、まあ、頑張れチョコボー、食って強くなれダジ。おう、ね、トーマじゃねえか。お前もチョコボー食べるか。うまいぞ。いや、僕はいいから。ちょっとボーイに話があってさ。もしかしてあれか、アジアの力とかいうやつ。その力の試練のことで来たんだ。やっぱりボーイが僕の試練を導いてくれるんだね。試練なんだけどな、俺様的にはやんなくていいと思うぜ。この俺様がいれば、そらなきなんてぶっ倒せるんだから必要ねえって。待て待て、そんなはずあるか、ふめ。あれ、わあ。出た。よー、ベイリーちゃん。俺たちが説明してやるよ。トーマ、お前の試練ってのはズバリ、最強の剣舞魔人不動明を目覚めさせることだ。あ、まだ不動明は復活してない。さあ、紹介もできないクズの状態じゃ、こいつは最強だ、呼びにとことよ。だから。よい、召喚なんてできなくっても、俺様はイケイケの最強だっつうの。なあ、トーマもそう思うだろ、試練なんて必要ない。いや、ボーイ、いや、不動明を、僕からも頼むよ。僕が最後に不動明を表示させたとき、君は全ての力を使って僕らを守ってくれた。だから今度は僕に君の力を取り戻させてくれ。うん、一緒に試練を超えよう、不動明を。そして最強を超える力を手に入れよう。トーマ、いいぜ。そんなこと言われたら俺様だってやる気出すしかねえじゃんかよ。やっとする気になりやがったか。じゃあ俺たちも手伝おうとするかね。最強を超えるつもりなら、お前たちが全力で戦える相手が必要だろ。あ、そうだったら本気を引き出すには、より多くの力が必要ならば。いいだろ。我ら全員の相手には嘘でしょ。うん、不動明、そしてトーマ、最強の力とやら我らが引き出してやろうではないか。何じら、二人でかかってくるがいい。いつも相手してやる。マジか、マジか、マジか。なんかおばばいるな。これは、はじゃの試練を導く者はその試練を乗り越える者のみに答える。すまぬが、わしはお主を導くことができる。諦めて話させた。あ、あれも多分試練なんだろうな。まあ、とりあえず回復だけはしておくか。いや、大丈夫。よし、じゃあ、まあ、回復も終わったことだし、話しかけるか。うん、不動明より真の力を引き出すため、我らと戦う覚悟はできたか。はい。ああ、もちろん、僕もボーイも本気で行くよ。良い目だ。では行くぞ、月並みトーマ。え、普通の戦闘なんだ。道理ですか。こんな苦戦した名物を道理倒すか調子に乗ってるわ。しかも仲間も2人来たね。ちょっと待って、あ、足りてない。そういう召喚にできないな。そうか、そりゃそうだ。そういう召喚でいてもこいつらここにいるもん。バカだな。嘘だ。ちょっと待って、これは知れるぞ。これは、不可能じゃない。強いな、いきなり。アキノリオ、わしの言いたいことがわかるか。うん、アジャの試練、うん、アジャの試練だね。なんとなくおばばが導くものだって気がしたんだ。うん、さすがわしの魔法じゃ。この人だとぜ、予習術としてぐんと成長したの。さて、本題に入るぞ。
お主の試練、それはこの桜元町に残る最も清き幻獣の逸話に関するものじゃ。最も清き幻獣？いかにも。さよ、この町の清き流れ、辰巳川にまつわる幻獣の伝説じゃ。気高き者、無限の心を知る者よ。荒ぶる神を鎮めるとき、何時最も清き心を得るであろう。これが試練を受ける者に残された、あるか古代からのメッセージじゃ。無限の心、つまり幻獣の力を借りて、戦うお主こそこの試練を受けるべきなのなのじゃ。荒ぶる神っていうのと戦うのが俺の試練ってことなのかな。それは試練を受ける者自ら確かめるべきことであろうな。どんな試練だってどんとこいだ。なんだって乗り越えてやるさ。今日は心構えじゃ。では、あきろいよ、辰巳川へ向かうといい。そこでお主はもう一人の道行く者と出会う。ありがとな。これ行ってくるよ。最高気温ってこれで二人で出せるもんだ。これも開放していこう。分かった、僕がダメージを食らわなければいい。そうだそうだそうだ、不動明王はとりあえず戦わせよう。そうだそうだ、アイゼンに決めたいでしょ。僕の開放は決して忘れないでしょ。不動明王覚えて戦わせておくと何か倒せるかもしれない。7、8、9、10、アイテムクリタリシュ、アイテムクリタリで終了したってことは社長に行ってらっしゃい。定期的に回復が必要だ。定期的に回復しないと不動明王は死んでる。とりあえずあいつらに倒させよう。アイテムクリタリシュ、じゃあ俺がかかっていく。アイテムクリタリシュ、始まる。少しでも早く晴れより危ない危ない危ない。アイテム見た目終了したら、サンドイッチ終了しよう。危ない危ない危ない、終了終了。危ない危ない、かかっていったら普通に殺されるな。しょうがない、契約ダブルバーが違う。ボグボグジャイアン違う、ダブルバーが違う。ここは行くか。必殺回復の王子ちょっとタックつけなきゃなりませんこれだって。いやー、必殺回復の王子タケノコ。あと不動明王覚え得意だ。あ、行くか。お届けに参ります。なんだあいつら、ストーカーか。あと、あいつら何があった。死ね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 。アイテムで来るタイム終了か。危ない危ないし、殺されるのか。あいつらにかかってたら普通に殺されるな。違う、この時こそ大雨一番出番じゃないか。危ない大雨一番。あいつら何なんだ。不動明王はあいつら何をやっているんだ。集中してくれ。あいつバカじゃない。あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あいつは本当に何をやっているんだ。あいつ戦わないで何やってやんの。あいつ、あとで処刑だろ。あ、やばいやばいやばい、死ぬ。あぶれ、あぶれ。ギリギリで殺すのやめてくれ。でもこれじゃあ、ただの回復戦になっちゃうな。しょうがないな。ちょっと作戦をねよ。あいつが何やってるのかよくわからんけど、とりあえずあいつがクソだってことがよくわかったから。
で回復できるまでちょっと逃げよう。アイテムの3が終わるまで。よし、こっから攻撃かけよう。あべ、しめ、これの繰り返しになるよな。回復アイテムは何個かあるから。サラダチキンだってしめしめ。サラダチキン使って赤チキンはもうしめ。このままいけるね、いけるか。あいつは本当に何をやっているんだ。全然ダメージを与えられてない。このままで本当に殺される。コンビ今泣きそうだな、これ。だってあいつが動かない。あ、死んだ。なんでやっぱり負けなんだよな。なんで一人で倒すか不可能でしょ。まあとりあえず戦いたいと思います。黒目をなんか急に使えなくなるんだよ。多分ちょっと強くなったんだ。危なっ。あ、死ぬとこじゃん。これイチゴじゃない。イチゴものがあるし、これ預けるし、それくらい。やばい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 。実質不動明王はもうあれ使えないんだね。まあとりあえず俺を殺さないように注意しよう。こいつは最悪死ぬの大丈夫。まあこいつがとりあえず使えるうちはこいつを復活することに専念しましょう。本当にあいつ止まるとか許さないからな。戦えるうちに戦わせる。どうしようかな。ここまで広げようが。サラダチキンは違う。負けの子でも結構回復できるから。いや、大場めちゃめちゃ。サボりとかやめろよな。彼らに比べてレスピードが早い。しまった。一人の時の前線ダッシュアップ。おい、急に鬼の力を発見。あぶろ。これもう無理だろう。鬼の手が復活してるのに逃げよう。あいつ汚ねえぞ、やってることが。出ないのかな、やっぱ今の力じゃ。やばい、しゅるアイテムのクールタイム終了。いちご行こう。アイテムを作りたい。こいつ発射した方がいいのかな。お届けに参りました。またのご利用をお待ちしております。ちょっと深くさせないね。なんで俺なんだよ、ターゲット。頼む、ゲームだけでも殺してくれ。よし、ここに取っといて。おとりは俺がやる。頼む、ゲームだけでも倒して。俺が襲るから、こいつら。
こいつら全部劣ってるから俺。よし、オッケー。いい感じだ。俺が引けるから不動明覚え頼む。ちょっとやってくれ。もうすぐ回復してもいいかもしれないな。よし、俺もやる。俺を狙え。お前俺を狙え。こいつらそっちはお前ちょっと違う。ちょっと狙うんじゃない。お前バカ。お前こっちだよ。こいつらを分散させることが多分大事なんだろうな、これ。はい。よし、オッケー。またのご利用お前だから、ある程度見せる。よし、ギャップも死んだ。よし、オッケー。まあそんなに回復量なくてもいいから、ちょっと回復する。冥王ぐらい、いや冥王少ねえ。ラーメンとかもっと少ねえ。タケノコくらいね。タケノコさんタケノコさんもいらなかったね。はいよ。よっしゃ、監督トーマン。いや、見事だトーマン。そして不動明王、はあ、なんとか勝ったって感じですけどね。おい、経験値ねえのかよ。マジで疲れたんですけど、回復アイテム買っとこうか。すげえ、なんだこれ。今までの戦いに一番面白かったぜ。面白くね。見事であった。我々全員を相手にして見事な立ち回りであった。おめえらもなかなかやるじゃねえか。久しぶりに本気ってやつ思い出したぜ。今なら本当の力が出せる。トーマ、俺様と戦ってくれ。うるさい。よし。ボーイ、わかったよ。僕も本気で君に飲む。回復ですか。はい、回復ですね。ねえ、トーマオンリーで戦うとかないよね。まさかないよな。まさかないよな。おいおい、この俺様を相手に戦うってのになんでメインメンバーいる。そうか、不動明ボーイはメインメンバーが外そこにいる。そっか。あ、本当だ、いる。とりあえずジュニアに交代するか。で、とりあえず強いのは駒次郎、青龍あたりか。青龍にしようか、もちろん系だし。ちょっと弱くなっちゃうけど、まあしょうがないな。これしかいないんだもん。よ、トーマ、俺様の本気を見る覚悟できたか。はい。よし、じゃあ始めるか。あー、でもメンバー使って戦えるだけマシだわ。今まで待たせてしまったな、トーマ。剣舞魔人としての使命、果たす時が来たぜ。4人いるなら、戻った。また会えたね、不動明。我こそは剣舞魔人不動明王。さあ、月の人目よ。我が試練を超えてみせよ。いや、こっからボス戦だよ。あいつ雑魚戦の方がちょっとよっぽど強いのに。まあしょうがない。今回長そうだな。さっき使ってみると足は使ってみると足は使ったことない。あ、ジェリアスだ。見てなかった。削れ。鬼の力。そんなに強くなかったね。やっぱメンバーの交代はですね。アイテム食っちゃう。とりあえず俺の回復に。いや、さっきの戦闘よりはマシだろ。やった、あんな強いやつら2人でいるのとか。
もう死ねって言ってるようなもんだしょ。まあ見守ってくさ、半分ぐらいまで削れたから、とりあえず消費召喚しよう。交代のクールタイム終了、アイテムのクールタイム終了で、とりあえず剣道陣が結構削らされちゃったから、タケノコいきましょう。不動明ギリギリの方です。むしろ良かったとか言うのはないよな。アイテムのクールタイムも終了したか。アイテムのクールタイムが終了したのと同時にジュニアをブドウだったかな。ブドウともう一個あれパインがあるよね。ブドウが切れたらパインに変えるか。とりあえずすぐに復活できるキャラを増やしとく。俺が死んだら当てにならん。剣道時間あすいませんね。鳥も持ってない、全然スクリーンじゃない。しょうがないな、剣道時に使わせるか。フェリーはいや、フェリーはもう肉壁だから、肉壁としてフェリーしか出ない。ジバニアも地味に攻撃食らってんだよな。タケノコ以外にさ、復活力が多い食べ物とかない？いや、フェリアスバーガーいけるでしょ。なんか、こいつら戦わせておくだけで結構戦わせそうだな。タケノコもないよな、今。タケノコ使い切ったよな。使い切ったな。あら。オートの使いたいとこだな。お届けに参りました。頑張ってほしい、支店同時に耐えてほしい。皆さんご利用をお待ちしております。危ない、支店同時に死にかけてる。とりあえずここでブドウか、いや、パインでいくか。で、醤油召喚も徐々に溜まっていってるし、アイテムのクリタイム終了。ジュニアも死にかけた。ジバニャナが耐えてくれると信じてる。よっしゃ、ジバニャンが復活するってことです。ブドウ。よし、オッケー。ちょくちょくジュニアちゃんも回復してあげた方がいいな。そうだけどな、メオで回復。ああ、ジュニア。結構いったな、ジュニアが。ジュニア結構すぐ死ぬからな。アイテムくれたら死ぬか。とりあえずブドウでするか。これ終わったら回復アイテム 買わないとな。死ぬな、本格的に。もうそろそろ交代しても大丈夫そうだ。いや、もうちょっと待って。ジバニャは最悪海外で、あざっす。ジバニャ死にかけてるな。 いや、ジバニャ、ジバニャは海外です。ジバニャ最悪死んでも交代します。これがまあ戦略ってやつです。ジバニャが死んだけど代わりのジバニャを置こう。これでいい。これで多分何とか変えられると。あぶねえ、主導同士、支店同士が死んだ。支店同士が死ぬのはいろいろまずい。支店同士支店同士はいろいろと戦力なんで、くそー。あんまり使いたくないんだけど、パイナップルですか。醤油召喚溜まる前になんか倒せそうだ。倒すか、じゃあもうそろそろ醤油召喚最後だけ、最後だけかかっていったかな。まあ、余裕でしたね。回復戦でした、回復戦。あ、これはレベルアップする戦闘なんだね。よかった。もう、あいつの4人衆の方がきつかったな。よくぞ、我の試練に打ち勝った。今こそ我はお主の力を認めよう。我が力の封印を解き放ち、真の使い手に宿さ。いでよ、不動雷鳴拳。不動雷鳴拳。ありがとう。不動明王、それに須崎玄武白虎柱。
礼を言うのは我の方だ。この力は他ならぬお主が引き出したのだからな。よくやったな、トーマ。今ここに全ての剣舞魔人がお主の真の力の使い手と認めた。月並みトーマ、我らはお主に語らねばならぬことがある。我ら剣舞魔人がなぜ妖精剣を守護していたのか、我らがなぜソラナキを解放させたのか。よし、剣舞魔人の真実教えてくれ、不動明。はるか昔、五本の妖精剣はソラナキによって呪われた恐ろしい魔剣だった。妖精剣が呪われていた。さよう、かつてソラナキの手によって呪われた妖精剣、我らはそれに宿りソラナキを封じたのだ。あ、そして数千年もの間妖精剣を守護してきた。それが我々剣舞魔人なのだ。でも妖精剣が揃ったことでソラナキが復活してしまった。一体どうして。あ、それこそがソラナキを打ち滅ぼす唯一の手段だったからな。え、ソラナキを復活させることが。かつての我々はソラナキを恐ろしい怨念ただ封じることしかできなかったが、ゴッホの妖精剣を操る魔導鏡使いが現れれば、奴の怨念を打ち払うこともできるのだ。ああ、だから俺たちは待ち続けたのさ、トーマ。お前が目覚めるその時をよ。魔導鏡使いて妖精剣を集わせソラナキを打ち倒す、それが我らの宿命だったのだ。僕がソラナキを倒す鍵だったのか。本来であれば何時の目覚めを待ってからソラナキを解放すべきであった。だが長き時間で力を増したソラナキ怨念は封印から抜け出す力を得てしまった。そしてその怨念で悪しきシンバを操り自らを復活させる手段を知ることとなったのだ。あとはお前さんも知っての通りさ、ソラナキは嘘の伝承で妖精剣を二族に集めさせ、五本の妖精剣を使って自らを解放するに至ったってわけよ。そっか、みんなの封印はソラナキに利用させてしまったんだね。何時の目覚めは無完全であったが、ホルキは逃せ、我々もソラナキの死は思惑に乗るしかなかったのだ。しかし想定よりも早い、ソラナキの解放は妖魔界に大いなる脅威をもたらしてしまった。今度こそソラナキをぶっ倒す、それが俺たちにできるせめてもの償いだ。分かった、僕の手で必ずみんなを助けよう。でも剣舞魔人の宿命、なぜ今まで話してくれなかったの。ソラナキの怨念を世界から完全に消し去るには奴の心に渦巻く憎しみを清めらならぬ。だが魔導鏡の使いの力でソラナキを撃つという我らの目的まで気づかれるわけにはいかんか。ソラナキがそれを知りゃどんな手段を使ってもお前さんの命を狙いに来るからよ。ソラタは我らの希望、どうしても守りたかったのだ。今まで黙っていてすまなかった、僕を守るため。辛い思いをさせてしまったな。だから今こそお前に全ての力を捧げるぜ。我らの力、お主の信じるままに使ってみせよ。その心の輝きに我らは応えてみせる。よし、分かったよ。みんな、僕きっとソラナキを止めてみせる。我のことは小僧の姿でも呼び出すがよ。またお主の力になる。あ、なれんの。お主と共に剣を振るえば我も心強い。それに、腹いっぱいチョコボ食って強くならなきゃな。なんたって俺様は最強を超えるんだからよ。チョコボたくさん用意しておくよ。これからもよろしくね、ボー。辛いよ、この頼み事シリーズは辛いよ。なんとかギリギリ勝ったって感じだもん。よし、じゃあとりあえずね、3つしか表示できてないんだけど多分あと4つあるってことなんだろうな。じゃあとりあえず秋のりの方に変えます。秋のりあれ違う、これか。じゃあせっかくなんで秋のりにしましょうかね。厳重、とりあえず、さつみ川端に向かおう。そっか、秋鳥のミッションなんだから、秋鳥に帰らないとダメなんだろうな。
これで。で、とりあえずあっちよりもチャリはあるから。チャリで急いでます。なんか若干強いかもしれないけど、あっちよりって早いね。あっちより若干だかもしれないけど、チャリ早いね。とりあえず、辰巳川に行こう。辰の見る川だからね。縁起がいいよ。多分。こっから出るの初めてだな。とりあえず回復アイテムがなくなっちゃったんだよね。カレー屋さんって お店の人いるわ。いらっしゃいませー。これやべ。何する？かなり回復いっぱいいるじゃん。すごく回復。かなり回復が多いな。とりあえず。とりあえずいろいろ買ってみましょう。かなり回復。とりあえずカレーいっぱい買いまくりました。他には頑張って。何する？何人分？ありがとうございます。他にはいや、いいです。また来てね。じゃあパンも買っていこうかな。いらっしゃいませ。どれにしましょうか？少し回復しかないもんな、ここは。もうちょっと見ていきます。はい、ただのお越しを。少し回復シリーズはいっぱい持ってるから。あ、すいません。バーガー屋さんも寄ってっか。バーガーも結構いろいろいいのあるからな。コンビニね。いらっしゃいませ。何をお探しですか？高い回復ができるやつ。いくつにしますか？ありがとうございます。他にはありますか？かなり回復、こんなに回復あるかな。すごく回復欲しい。ありがとうございました。また即死技とかないよな。やっぱ秋のチャリ早いよな。お腹いただきなんか買った方がいいのかな。やっぱバーガー屋さんだ。いらっしゃいませ。よし。何になさいますか？いいやつある。そう、これモグモグだよ。すごく回復が欲しい。ありがとうございます。他のご注文は？ありがとうございました。これでなんとかいいでしょう。辰巳川ってどこ？この先か。ジャンプが辛そうだな。とりあえず南の方に渡って、なんかいいんじゃん。やべえやついいんじゃん。よし、話しかけるか。厳重キリングちゃん、待っていたぞ。アキノリ、その様子だとおババの話を聞いてきたようだな。うん、またマキアキ厳重な伝説、それが俺の思念と関係してるんだってさ。もしかしてキリンが最も強き厳重なの？我は試練を導く者にすぎ、そのような称号はふさわしくない。最も清き厳重とは、この川の守り神、清流のことだ。あ、お、え、清流が？確かに清流は守り神だけど、厳重じゃないよ。ああ、今の清流はただの妖怪だ。しかし、こやつは厳重になれるほどの力を秘めている。私にそんな力が。何を隠そう、我もかつては妖怪だったのだ。厳しい修行の果てに厳重としての格を得た。なるほど、キリンも妖怪だったのか。じゃあ清流にとっては先輩ってことだな。フフ、キリン先輩か。そういうことになるかもしれんな。キリン先輩よ、我が厳重になるにはどうすればよいのだ？我の場合、厳重スザクの試練に挑むことで厳重としての力に目覚めたものだ。じゃあ、俺の清流がキリンと戦ってみよう。厳重の力が目覚めるかもしれないだろ。うむ、それがいいだろう。準備ができたら話しかけるがよい。気になったのはメンバーよ。清流、クソ弱いから。あ、待てよ。また清流使って戦うタイプか。じゃあ、また耐久戦ね。で、まあいいや。とりあえず、清流と戦うことに多分今後なりそうな予感が前回としてするので、とりあえず、不動明ボーイ。不動明ボーイ。我と戦うなら、清流を連れてこい。あ、入れてこないとダメなのか。今、消したばっかだよ。メインメンバーに入れるか。これでいいの？
まあいいよ。来たら秋鳥、我が幻獣の力受ける覚悟はできているか。よっしゃ、よろしくお願いします、キリン先輩。いい返事だ。では参るとしよう。双剣山での戦いと同じと思うなよ。手加減無用でかかってこい。普通戦なんだよな。キリンが現れ、ああやった、レンスカル、クラマシ。お前たちを力余すことなく我に示すがよい。キリンは使えないけど、まず、あ、ちょっと弱い、ごめん。戦闘時、そう、戦闘時が死にそうだ。そう、ただ新しい回復アイテムいっぱい呼んでるからちょっとわかんないけど、とりあえず旧来の不動、あ、不動が、まあいい、旧来の不動使おう。かっこよくなっているな。あれ、出た、上にありゃ、そうだ、ワイピーを吸いたい。キリンの倒し方ある。何が起こってるか分からん。キリンとかそんなに強くないかもしれない。だって俺らがいっぱい使えるっていうのは結構強い意味だ。あいつら4人にぶつかってないやん。もしかしてトーマのやつが上手かったのかな。この上にいる間は回復、戦闘時が死にすぎなんだよな。じゃあかなり回復使うか。とりあえず適当に貼ってみました。カレーをシキとか好き。よし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 、お、結構減ってる減ってる、チャンスないでめっちゃ減ってるじゃん。普通にあいつに全然弱い、気が強いじゃん。なんか微妙に減らしてくんだよなこいつ。とりあえず俺の回復はするか。俺には会話いないから、俺の回復だから。どうしたら回復でも大丈夫。なんか復活してるんだ、増えてるけど、まあいいや。とりあえずカレーを、カレー上から行くより多分下から行った方が早いな。スキンカレーが一番回復量ですけど、マトンカレーぐらいがちょうどいい。これ結構微妙な微調整ができるあるから。とりあえずジバニャはメンバー交代で、あ、間違えた、これとこれ、なんかボタンの効きが悪い。なんでこっちに、まあとりあえずアチュージが死にかけてるのはこれを見てよくわかるから、とりあえずカレーで回復しようか。っていうか下が広いんじゃん。キーマカレーでも全然回復できる。グリーンカレーぐらいですよ。俺グリーンカレーあんまり好きじゃないんだよね。まあ現実のことはいいんですよ。食らったか。あ、いけるじゃん。ここで決めろ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 。よしよしよし、悪党だな。こっち強いな。見事な秋鳥、清流もよくやったな。幻獣ってやっぱ獣なんだよな。キリンとか、キリンってキリンなのか。キリンです。よっしゃ、俺たちが勝ったぞ。うむ、実力は確かのようだな。さてして青龍よ、幻獣としての力はつかめたか。あ、つかめたっぽいな。いや、え、私にはまだ扱える力のよ。せっかく手合わせいただいたのにすまない。やはり先代を超えずして、大いなる力は手に入らぬか。先代、ああ、かつてこの辰巳川の守護者であった先代青龍、私の父上のことだ。私がまだ脳をかける妖怪だった頃、何度も戦いを挑んでたが、実に強いお方であった。お主がさらなる高みを目指すには先代の力を借りるべきであろう。先竜の親父さんか、今はどこにいるんだ。父親はもう数十、もう十数年前に世を去っている。私はその後を継いで辰巳川の守護者となったのだ。世を去ってって、おいおい、妖怪って死なないんじゃないかったのか。人間の死とは異なるものだが、妖怪もまた別の形で死を迎えることがあるのだ。先代の場合、幼い青竜に辰巳川を託したことで天寿を全うしたのであろう。ああ、
その通りだ。故に今はもう父親に会うことは叶わぬ。そうだ。じゃあ過去の辰巳川に行ってみないか。おお。なるほど。100年近くも前の桜本町ならば先代もご健在のはずだな。どうだ青龍、若かりし日の先代に指南を受けてみては。父上は神々しく近寄りがたい、まさに水神の名にふさわしい方だ。あ、カッパがそういえばなんか捧げてる。私は父上のようになれるんだろうか。あ、もちろんだとも。俺たちも協力するから一緒に頑張ろうぜ。ありがとう。秋より共に新たな力を手に入れよう。あのお方はみだりに姿を見せることはない。過去に行ったら魔導鏡で探すがよかろう。よし、いつものサーチだな。任せてくれ青龍、昔の辰巳川に行ってみようぜ。そうですね。つってとりあえず過去の辰巳川で先代を探すか。とりあえず回復もあまりせずに済んだから良かった方じゃないか。めんどくせえな。いやー、とりあえずどうしようか。過去に行く？それとも現代に戻る？とりあえずは現代に戻るか。そうしよっかね。とりあえずは現代に、あ、今一瞬ドアが消えてたからビビったけど、どうしようか。じゃあとりあえず早朝ここから出発できるように本日はここで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。ではさよなら。